はい、それでは前回の続きやっていきましょう。こちら砂の家からです。ミンフィリアさん、冒険者にある人物を紹介したようだと。これからの戦いに向けてあなたに紹介したい人がいるの。ミュタミクスというゴブリン族の学者よ。彼は武器や防具の強化について独自の素晴らしい技術を持っているわ。そしてそれを冒険者に広めたいと考えている。ゴブリン族に偏見を持たない独学の師に未来を託したいと常々言っているそうなの。あなたが望めばきっと協力してくれる。剣を一振り預けるから、その目で直接彼の技術を見ていらっしゃい。ほう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 。ミタミクスの工房があるのは中央ザナラーンの、これなんて読むんだろう、のろしの丘かな。不思議な色の煙が見えたらそこが目的地よと。中央ザナラーンって言ってたっけ。とりあえずちょっと一旦出ようか。タタルさんに挨拶です。いつもここに立ってるの。あ、ターキーさん、お疲れ様です。受付異常なしです。どこだ？ブラックブラッシュ停留所から北東に行ったところか。テレポしてまいる。シュワッチ。ではスプリントで目的地めがけていきましょうか。星の丘。お？なんだ？メタミクスさんっていうゴブリン族の、あ、この人がいろいろ作ってくれるのかな。ていうか、あれなんだ？というか、なんだ？ハウルの動く城なのか？突然、なんぞ、何用ぞ？ミンフィリアの探検を渡します。木に宿るし、人が心をマテリア変わりて輝き放つ。マテリアが輝き、心の記憶、新たな武具へと、マテリアつけりゃ。ああ、なんか武器にマテリアつけられるとかなんとかなってたんだけど、まだつけてないって。記憶の力受け継ぐぞ。いかなる力受け継ぐか。早う試してみたいぞな。何 ですか、この人、方々は。思考。わしは科学者。ミュタミックス。お主は誰ぞ。何もんぞ。八角しかじかこういうものでございます。おやおや、ミンフィの使いぞな。確かに連絡受けたぞな。マテリアを教えて強くしろ。そんな依頼を受けたぞな。おいじゃ、武器を貸してみよう。これだよ、探検。こいつはしょんぼい武器だぞな。マテリアつけにはしょんぼいままぞ。
待てにゃつけて待てにゃ。お師匠様、これを。ひこふひこ。ほれほれ一同ご注目。待てりゃつけりゃ輝き放つ。わー、なんか盛り上がってるよ。おいおい、できたぞ、成功ぞ。しょんぼい武器がピカピカ武器ぞ。こいつをミンフィに渡すぞな。ミンフィって呼ばれてんのか、ミンフィリアさん。てか、後ろのあの、看板欲しいな。おしゃれだね。マテリアとは使い込まれたことで人の思いが染みついた。武器や防具から特殊な技術でエーテルを生成した結晶。そうしてできたマテリアを新たな装備品に装着することで思いの力を受け継がせ性質を強化できるわ。今回のようにボロ武器はそこそこ使えるようになり、強い武器はより強くすることができるということだな。ボロ武器言われたよ。しこしこ。おねしゃ、知識の探求者。マテリア知りたきゃ鍛錬ぞ。クラフター知識を深めれば己でマテリア見つけられる。マテリア知識を極めればお主の武具は天下一。興味あるなら鍛錬ぞ。そこなる弟子に習うぞな。マテリアを鍛錬できるのか。砂の家のミンフィリアにマテリア付きの探検を渡すは一応あれなんだけど、スティーブン・スビン・ブルースさんに何か聞けばある？マテリア生成の技術を広めたいような。これやってから行こうか。使い込まれた武具や防具にはその使い手の思いや思念が宿される。お主はこうした話を信じるか。疑うのも無理からぬことだが、事実、宿された思いの力を物質に変える方法があるのだ。それが今から何時に伝授する秘技、マテリア生成である。思念が宿るほど、使い込まれた装備品からこの秘技によりマテリアと呼ばれる結晶を生成するのだ。マテリアを利用すれば装備の強化も可能だ。マテリア生成を学びたいのであれば、お主にその手法を伝授してやろう。教えてくんろ。よいか、マテリアとは思いの力を凝縮したもの、以下略。特殊な技術が必要になる？ほん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 。フ・ホバスよりマテリア装着術を学べと。装備品のサブコマンドからマテリア回収を選択することで、マテリアを再入手することができる。よくわからないっす、まだ。ダークマター G1。マテリア生成。マテリアを作ってみよう。マテリア生成解放。装備品からマテリアを生成することができました。装備品から生み出されるんだね。おー、マテリア生成することによって 100% じゃなくてダメですよと。装着するにはマテリア師に依頼しろと。取り外したいときはマテリア回収を選べと。なほうね。わかったような、わからないような。やってみないとわからんかもな。シコシコ、僕に輝くピカピカマテリア、グイッとスポット外せるぞ。ふむふむふむ。さっきのあの女性はこの人だったのかな。フーホバスさん。科学集団青の手ってかなり謎が多いんだよ。そんな集団があるのか。砂の家にじゃ戻りましょうかね。いざ戻ろうか。テレポ使った方が早いかもしれんけど。
デジョンでリムサロミンさんに戻ってから、ハデスシギルドに行ってから以下略。節約じゃあ。ハデスシギルド前からエスパーペイに行って、タルさん入ってきました。異常なしです。お勤めお疲れ様です。まだ未だにこの砂の家への入り方がぎこちない。フィリアさん行ってきました。お帰りなさい。メタミックスの技術を間近で見てどうだった？何か得るものあったかしら？あったような、わからんような。やっぱりマテリアを装着すると違うわね。扱うには技術が必要だって聞くけど、あなたならきっと活用することができる。あなたはこれからも多くの戦いに身を投じるでしょう。勝つため、そして万が一にも負けないために、装備の強化は必須事項よ。それが分かったら次の作戦の話をしましょう。ちょうどサンクレットから報告が入ってるの。了解。一応分かった。ウェポンチェスト。対応した武器を入手することができる雑貨。ゲットだぜ。おお、次なんかイフリートがどうのこうのとか書いてますよ。どうなるんでしょう。一応今回はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。